米ネ二作、雲山図鑑メトルポリタン美術館像。米ネト人は、北総末、南総初の書家、画家、官僚。陽名は、トラウタ。字は、元明。号は、開学工人。晩年は、物草津棚、老人と合した。順州の人。父の米仏を大米。智も氏は、小米と称される。幼い頃から学問に勤め、書画をよくし、 書がともに、父からの影響が強い。書は、父の特徴をよく伝え、父には及ばないが風格がある。画も父に習ったと伝えられるが、米仏の絵は簡単な三五筆化の素描一点しか残っていないため、むしろ少数ながら伝生されている。米友糸氏の絵から、米仏の画風が押し量られている。米友糸氏の画の様式は、米宝山水と呼ばれる。米仏。 米友トモ親子により作り出された山水画様式だと言われ、数点現存している。水墨山水画が得意で、作品の多くは、長江以南地区でよく見かける風景を描き、技法の面では五大時期の画家、桃源や巨然の画風を多く参考にし受け継ぐが、新たな分野も切り開いた。米友トモは、水と墨が溶け合い、混然一体となることを十分に利用し、 朦朧とした天地を表すことを得意とした。米友ト氏の絵画技術は自然に対する感受性の反映であり、大自然を全体的に作品の中に濃縮し、山水雲海によって胸中に持つインスピレーションと起因を発揮したので、自らの画風の変化も技術革新の必要から出たものであり深い感じから、 直接来たものである。北曹滅亡の後の金宋戦争の影響で各地を放浪し、後に地方官を歴任した後古武次郎、式文学受科学士となり、構想皇帝のコレクションの鑑定を行った。米友糸氏の署名や罰が構想皇帝のコレクションだった書画にしばしば残っている。ありがとうございます。